い、どうも黒壁です。今回はですね、川崎フロンターレというか J リーグ開幕直前スペシャルとの第2弾として、はい、今回はですね、まあ僕自身にの印象に残ってる試合ベスト10を紹介したいと思います。はい、まあね、これはおそらく個人それぞれの皆さんね、印象に残ってる試合は違うと思うんですけど、あくまでも僕自身の、はい、印象に残ってる試合なので、はい、そこよろしくお願いします。はい、ベストで始める前にちょっと皆さんにちょっとお詫びというかなんですけど、この動画は、まあ、著作権とかの都合上、試合の画像とか動画は使えません。はい、なのでもしね、見たいよっていう方は多分公式の YouTube の J リーグとかフロンターレの公式のチャンネルでおそらく出してるものもあるかと思いますんで、まあ、もし、ね、出してるものがありましたら、下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらの方でハイライト確認していただいて、はい、あとはまあ公式記録とかは川崎のフロンターレのね公式ホームページの方で載っているので、はい、そちらをご確認ください。はい、それではいきます。はい、第10位はですね、2016年天皇杯ラウンド16浦和レッズ戦です。はい、この試合はですね、まあ、結果から言いますと3対3で同点、まあ、2対2の後半で終わって、延長戦で1点ずつ取り合って3対3で PK で川崎が勝ったという試合でした。はい、この試合はですね、現地に見に行っていて、まあ、轟にでメンバー表を見た瞬間に結構厳しいかなっていう、普段出てた選手が結構いなかったので、割と厳しいんじゃないかなっていう状況で、しかもリーグ戦が川崎と浦和はね、首位攻防してたので、かなり、実力も肉薄してたので、でレッズがベストメンバー、ほぼほぼベストメンバーに近い選手たちで組まれていて、ただ試合始まって、まあもちろん浦和レッズにだいぶ押されてたんですけど、要所要所でいいところで点取って、まあ、最後ですね、まあ、先制されて追いついたんですが、すぐ逆転されて勝ち越されて、で厳しいかなと思ったらアディショナルタイムに森本が決めてくれて、で延長も浦和に先取られて、最後ね、なんかヘディングでめちゃめちゃごちゃごちゃして、でエドワールドがもう気持ちで押し込んだっていう点で追いついて、もうその勢いのまま PK で勝ち切ったという試合でした。この試合は本当にすごく印象に残ってますね。やっぱ普段出てない選手たちが力を見せてくれた試合でもありましたし、当時、なかなかねスタメンで出てなかった板倉とか、三好とかがスタメン出てしっかりとやってくれた試合でした。はい、でまず10位は天皇杯、2016年天皇杯ラウンド16浦和レッズ戦でした。で第9位ですけど、2009年 J リーグ山崎ナビスコカップ決勝、川崎フロンターレ対 FC 東京です。はい、この試合はですね、2009年ですけど、まあ、当時本当に優勝を争ってて、でほぼ何かしらはね ACL、 J リーグ、ナビスコ天皇杯と、どれかしら取れるっていう状況だったんですね、本当に。でメンバーもかなり強力でしたし、まあ、今回こそ本当にタイトル取れると、完全にもうみんな認識してた状況で行われた
で圧倒的に下馬評は川崎は有利という状況でした。はい。で、まあ蓋を開けてみれば、まあ皆さんご存知の通りタイトル取れずという試合で、でこの試合は試合終わった後の表彰式で、メダルを外してしまって、それがまた問題になってしまったという大会でもありました。まあ、この試合の前の試合に確か広島戦かなで 7-0 で勝ったんですよね、リーグ戦で、うん、その直後の試合だったので、まさか0で終わるとは思ってなかった試合でした。で、うん、まあ、メンバーもやっぱチョンテセ12位のレナチーニョとしっかり3トップ揃ってましたし、やっぱねここで取れなかったのがやっぱり後々川崎にとっては響いてきたかなと。この年に取れなかったのは、一つでも取れてればちょっとね、もっと今頃は、うん、タイトル自体は結構取れてたんじゃないかなっていうぐらい、この年は圧倒的な強さだったんですけど、うん、ナビスコカップ、まあ、見事に、まあ、米本のスーパーミドルとかありましたし、うん、まあ取らせてもらえなかった。この流れでいっちゃいたいと思いますけど、第8位は2009年 J1 リーグ最終節、柏レイソル戦です。はい、この試合も、うん、勝ったんですけど、鹿島が勝ったので優勝を逃しました。このシーズンはね、ほんとつらかったですね。やっぱ取れると思ってた、完全に思い込んでたシーズンだったので。で確かこのシーズン31節終了時までは首位だったんですよ、川崎が。でも32節で大分に敗れたんですよね。そこがやっぱねきつかった状況かなと。やっぱそこで勝てなかったのがやっぱタイトルを逃した要因で、やっぱ考えるとやっぱ大分ってそのシーズン降格してるんですよ。それでもやっぱ勝ちきれなかった、やっぱそれは本当にタイトル取ってなかったチームなので、まあいろんなプレッシャーもあっただろうし、本当に勝って当たり前のね試合ですけど、やっぱねいろんな部分でプレッシャーを感じたんでしょうね。0-1 で負けると、あれだけ点取れるチームが、取ってきたチームが1点も取れずに、まあ、さっきのナビスコの決勝もそうですけど、何かがあるあったんでしょうね、やっぱり、うん、やっぱそれが川崎の弱さでもあったし、タイトル取れない最大の要因だった、うん、どうかなと思います。はい、まあね、巻き出し合いなんで、はい、このぐらいにしておきます。まあこの試合は勝ったんですけど、柏レイソル戦は勝ったんですけど、まあ、タイトルは取れずというシーズンに終わりました。なので本当に川崎のサポーターにとって本当に2009年っていうのはある意味トラウマの年でした。はい、ということになります。第7位ですけど、2016年天皇杯決勝、鹿島アントラーズ戦です。はい、この試合は結果は1-2で、まあ、延長戦の末敗れたんですけど、この試合はね、まあ、初の天皇杯決勝に進出となって、まあ、初めて元日に決勝が川崎とした試合やれたわけですけど、まあね、まあ点は取れたんですけどね、今までのナビスコの時に1点も取れなかったっていう呪縛は解けたんですけど、
んだ、この試合も押してたのは川崎だったんですよ基本的に。ただ延長戦でファブリシオに入れられて、そっからやっぱ浮き足立っちゃって、やっぱなかなかうまく攻撃ができずに逃げ切られてっていう試合でした。まあやっぱこのね2016年まではタイトル取ったことなかったチームなんで、まあ、ある意味勝ち方っていうのを、タイトルの取り方っていうのをやっぱまだ知らなかったチームなんでね、まあ、こういう一発勝負になると特に鹿島だったんだね相手が、そういうのに一番たけたチームが相手だったっていうのもあったかもしれないですね、うん、やっぱそれによってうまく試合を抑え込まれてしまった感じの試合でしたね。やっぱ飲まれちゃったかな。うん、やっぱ天皇杯初めて決勝だったんで、で元日に、まあ僕はテレビで見てたんですけど、すごく楽しみでしたけど、まあ正月早々敗れてしまって、ショックがでかかった試合でしたね。うん。ただやっぱ印象には残ってますね。やっぱ決勝で敗れるっていうのは、まあ、そこまで行くのが素晴らしいんですけど、やっぱ敗れると何もな残らないなっていうのが、改めて感じた試合でした。はい、ということで第7位2016年天皇杯決勝鹿島アントラーズ戦でした。はい、6位ですけど2013年 J1 リーグ最終節横浜 F マリノス戦です。この試合の結果は 1-0 で川崎が勝って3位 ACL 進出を決めたという試合でした。で、まあ、このシーズンなんですけど入りがものすごく最悪でした、うん、で1回目の顔合わせの時マリノスとの1回目の顔合わせの時は好対照なチームとして戦って、まあ、川崎が5試合勝ちなしで第6節で対戦したんですけど開幕5試合勝ちなしで、でマリノスが首位だったかな確かで当たって、で中村俊輔選手のコーナーキックから2発取られて、まあ負け方がねやっぱ終了間際に確か取られて負けたんですけど2対1でで開幕6試合勝ちなしっていう、うん、このシーズンの入りでした。ですけどこの最後の戦いの時は何試合だったかな、十何試合か負けなしできてて、これ勝てば ACL 進出っていう状況で、マリノスは勝てば優勝なんですけど、この前の試合33節に新潟に敗れたんですよね、ホーム日産で。でしかも日産の時確か観客が満員で、その中で勝てなかったのが結構引いてた状態で轟に乗り込んできたっていう試合なんですけど、まあねこの試合は 1-0 でしたけどものすごい内容濃くて、まあ 1-0 で、まあ、レナートのゴールで先制して、でやっぱそっからはマリノスがもう死に物狂いで点を取りに来ていて、まあ、マリノス勝たなきゃいけなかったんですよね。引き分けでも優勝できなかったので勝たないといけない状況で、最後結構ね西村主審だったんですけど、割とねあの試合はマリノス寄りの笛がかなり吹かれてたかなと思います。やっぱ川崎が結構倒されても全然笛取られなかったりとか、やっぱり解説の人も福田さんと水沼さんだったと思うんですけど、あこれも取らないんだっていう
風に言ってたの結構印象的で、逆にマリノスがゴール前倒されると笛吹くという感じだったかなと僕個人的には思いました。まあマリノスにはやっぱ中村俊輔選手いるんで、直接狙えるところでファールもらうとチャンスになるっていうのはもちろん審判の方も分かってたと思うんで、結構その傾向強かったかなって個人的には思ってます。はい、その中でも結構しっかりと守りきって、ACL 取れたのは印象残ってますね。この試合最終節だったし、で伊藤博樹さんが確か最後の試合だったはずなんですけど、確か J リーグ最後の試合で、しっかりと勝ち切って、で確かインタビュー試合後のインタビューで大久保選手はお父さんのこと言われないって、中村健吾選手は伊藤博樹さん選手のことを言われないって結構強く、思い出に残る試合でした。はい、ということで第6位は2013年 J リーグ最終節、川崎フロンターレ対横浜 F マリノスでした。はい、ということでとりあえずここまで、はい、前半喋ってきましたけども、まあ、結構苦い思い出の試合がやっぱ多かったかなと思います。ここまでやっぱ普通に勝った試合よりもこういうねタイトルかかったところで負けたりとか優勝できなかったりとかっていうのが割と印象に残る、まあ割あのタイトル取るまでの川崎フロンターレの象徴してるような試合が並んだかなと思います。はい、まあ多分ここの回 5試合に関しては多分ね、いろんな多分ここは変わる人は人によってだいぶ変わると思うんで、はい、おそらく、この5試合に関しては多分ね人によっては全然違う5試合が組まれるかもしれないんですけど、僕にとっての印象はこの5試合でした。はい、まあ、2016年以前の、川崎がの象徴するような試合が並んでしまいました。はい、ただこっから上は多分結構皆さんと被る、試合が多いかもしれないです。はい、なので後編もよろしくお願いします。